ボンソワミサワ本日ご覧にいただくのは失楽園です、えー、1997年当時、えー、と日本経済新聞っていう日本の新聞では一番硬い経済誌、えー、に連載されていた渡辺淳一さんという方の原作でまあ硬い新聞に載っていた官能小説っていうことで話題になっていたんですけれども 映画の方はは別にそれを描いたわけではあ,りませんあのまあ、えー、すごいバブルのものすごく働いて働いて働,いて働き企業のために働き尽くした男が左遷されてしまうっていうその、えー、企業に働いてる人間の悲哀というものを描きながらまあエロスとタナトスですかねあの生と死っていうことそれからもうだんだんこう日本の経済もなんか世界もだんだんこう どちらかというと凋落していく時代世界っていうのをちょっと予見して、まあ、そういう不穏な空気みたいなこともはらんだ映画になっております。でまあそんなわけで、えー、最近また見ますと、まあ、そういうコンセプトもありつつあのすごく撮影とかあの編集 あと音の使い方にものすごく凝った映画になっていてとても美しい映画になっているのではないかなというふうに私自身思っております、えー、どうか楽しんでいいただければと思います。